春のり、傍聴現承人座像春のり、傍聴現承人座像のレプリカ長元、県営元年6月5日は、中世初期の日本の僧。傍合は、春のり傍。東大時代漢人職として、元平の騒乱で消失した東大寺の復興を果たした。騎士の出身で、危機中の子。長生2年、新言宗の大号寺に入り、出家する。後、 浄土宗の開祖、法年に浄土教を学ぶ。大峰、熊野、宇多木、カツなど各地で、険しい山野を歩き修行をする。長元は自ら、日東三度聖人と称したように、中国を三度訪れた日宗像だった。長元の日宗は、日宗貿易と共に、日本像の都会が活発になった時期にあたり、仁間三年に英才と共に帰国した記録がある。 総での長元の目的地は、下北の五代山だったが、当地は、金の支配下にあったため断念し、宗人の肝心の誘いに従って、天台山区に清史寺と愛久王寺に参詣した。斜里信仰の聖地として当時日本にも知られていた。愛久王寺には、ガラン修造などの理財管理に長けた妙治寿郎という禅僧がおり、長元も、その肝心を受け負った。 帰国後の長元はシャリドの混流事業の肝心を通して、兵士や後白は法王と提携関係を持つようになる。長元はシャリドの混流事業に取り組む過程で、博多周辺の木材事情に通じるようになった。上安も一昨年頃に混流が始まった、博多の西岸寺の本尊を制作する際に、長元は、諏王国徳寺から溶材を調達している。東大寺は自称四年。 平重平のなんと焼き討ちによって、ガランの大部分を消失。大仏殿は数日にわたって燃え続け、大仏もほとんどが焼け落ちた。要は元年、長元は、被害状況を視察に来た、後白川法王の使者である、藤原幸高に、東大寺再建を進言し、それに三位を示した、ゆきの推挙を受けて、東大寺肝心職に就いた。当時、長元は、 年61であった。ス王国沢側で切り出した材木の運搬を指揮する、長元商人の蔵東大寺の再建には、財政的、技術的に多大な困難があった。ス王国の税収を再建費用に充てることが許されたが、長元自らも、肝心症や肝心蔵、土木建築や美術装飾に関わる技術者、 職人を集めて組織し、肝心活動によって、最高に必要な資金を集め、それを元手に、技術者や職人が、実際の再建事業に従事した。また、長元自身も、軽の後白川法王薬場金座ね、鎌倉の源の頼朝などに、常在寄付を依頼し、それに成功している。長元自らも、中国で、建設技術、 建築術を習得したと言われ、中国の技術者、陳和家への協力を得て、職人を指導した。自ら巨木を求めて、巣王国の備えに入り、沢川上流の山奥から道を切り開き、川に石を設けるなどして、長さ十三畳、直径五尺三寸もの巨大な木材を奈良まで運び出したという。また、前述のアイク王子のシャリ殿の再建のために、 スオの木材の一部を中国にも送っているの。山林は荒廃し、木材は貴重品であった。さらに伊賀、キー、スオウ、ビッチュハリマ、セッツに別所を築き、進行と造営事業の拠点とした。途中、いくつもの課題もあった。大きな問題に、大仏殿の次に、どの施設を再興するかという点で達中を。 再建したい長元と僧たちの住まいである僧帽すら、失っていた大衆たちとの間に意見対立があり、長元は、その調整に苦慮している。なお、長元は、東大寺再建に際し、再行に、大上の先貫人を依頼している。さらに東大寺再建のためには、時には強引な手法も、用いた。研究3年9月張リ国体武装にて、 小園経営の拠点となる別升を造営した時を呼び、巣王国阿弥陀寺にてゆし子の施設を整備した時に、関係者より肝心及びその関連事業への協力への制約を取り付けたが、その際に協力の約束を違えれば、現世では、白来黒来の身を受け、来世では、無限地獄に落ちて、脱出の気はないという恫喝的な文言を示している。また、 文治2年7月からうるう7月にかけての大仏の発光現象など、大仏再建前後に発生した霊剣端を長元あるいはその側近たちによる創作、演出とする見方もある。こうした幾多の困難を克服して、長元と彼が組織した人々の働きによって、東大寺は再建された。文治元年八月十八日には、大仏の海岸供養が行われ、 研究6年には、大仏殿を再建し、兼任3年に総供養を行っている。以上の功績から長元は、山と直の称号を贈られている。また東大寺では、毎年春の修辞会の際、過去帳を読み踊りにおいて長元は、蔵東大寺肝心大和尚稲む阿弥陀仏と、文字数も長く読み上げられ、功績が際立って大きかったことが示されている。長元の死後は、 臨済宗の開祖として知られる英才が、東大時代漢人職を継いだ。東大寺には長元を祀った、春の理道があり、長元承認座像が祀られている。運慶の作とする説もあり、鎌倉時代の彫刻に、顕著なリアリズムの傑作として名高い。浄土寺東大寺像の模索、新大仏寺、阿弥陀寺にも、長元承認座像が現存する。文治2年。 天台像の謙信が法然を大原勝林院に称請し、そこで法然は浄土衆議について、謙信、明変、昇信、上京、里司会、長元らと一昼夜にわたって、正清二門の問答を行った。これを大原問答と呼んでいる。念仏すれば、誰でも極楽浄土へ往生できることを知った長州たちは、大変喜び、三日三番。 断ニることなく、念仏を唱え続けた。中でも長元は、翌日には自らを、ナムアミダ仏と合し、法念に指示した。ナムアミダ仏左前集長元は、自らの異名を、ナムアミダ仏と合した。兼任3年頃に、自らの左前をまとめた、ナムアミダ仏左前集を記している。内容は、東大寺や、各地の別所におけるがらん。 仏像造営の記録に始まり、愛イ王子への材木輸送や、若き日の参林修行、人々に、暗阿弥陀仏のような阿弥陀仏号を授けたことなどが、記されている。今日、一部で改名に、阿弥陀仏をつけるようになったのは、長元の普及によるとも言われる。なお、この支配には、長元が、東大寺復興の財源として、朝廷から治行国として賜った。 美前国の麦収納について記されており、長元の国務昭和をよく物語っている。浄土寺浄土道長元が再建した大仏殿は、戦国時代の永六十年、三好三人衆との戦闘で、松永久秀によって、再び焼き払われてしまった。現在の大仏殿は、江戸時代の宝永年間の再建で、天平創建、鎌倉再建の大仏殿に比べて、 平面規模が縮小されている。東大寺南大門長元が再建した大仏殿などの建築様式は極めて独特なもので、かつては天竺様と呼ばれていたが、インドの建築様式とは全く関係がなく紛らわしいため、現在の建築史では一般に大仏様と呼んでいる。当時の中国の福建省あたりの様式に通じると言われている。日本建築史では、 アスカ、天平の時代に中国の影響が強く、その後、平安時代に日本独特の展開を遂げていたが、再び中国の影響が入ってきたことになる。構造的には、抜きと言われる。水平方向の材を使い、柱と強固に組み合わせて構造を強化している。また、抜きの先端には栗型と言われる装飾をつけている。ありがとうございます。